範囲の状況チェック。全員普通だな。じゃあやっていきましょう。平和な日々はデートだよのパート2になります。前回パートはちょっと長かったんでね、ここから多分戦闘オンリーだとは思うけども、じゃあ終わりじゃんこれで。どうだったっけかな。帝国歌劇団参上。すみれくんあれだぞ、コーマと同じ色をしてるぞ。我が名はイノシシ、三騎士の一人だ。また最も貴様らが生きているような話だ。俺の名はシカ、三騎士の一人だ。もしも生き延びることができたら、次はこの俺が相手をしてやる。私は三騎士の一人、超この私によるなんて幸せなやつだね。おほほほほ、死ぬ前にこの私に会えたことを神に感謝するのね。はい。サタン戦い。今までの敵とは違うわ。気をつけて。そうでしょうね。脇地みたいなあのゆっくり動くやつらじゃないでしょうね。素早そうだ。あと空飛びそうですね。すごい空飛びそうだなって気がする。おお、かっこいい。強そうっていうか実際強いんだが。なんで強すぎないか。カリズム、手も足も出んとはこのことか。とりあえず、さくらかばっとく？敵は私が倒すしかない。ツベクーラチカ。ちょっとどうすっかな。敵が強すぎる。こういうのは。よっしゃ。やってやるか。こういうのはあのイベントバトルだから、多分ただごうても意味なしってなんだと思う。そう、一時期すごい咳がもう咳込んで止まらない時期があったんだけど、春先に、春先っつうか1月、2月、3月ぐらい。あれなんて言ったんだろうな。病院行ったらね、クラリスロマイシンっていう抗生物質を出されて、あと漢方薬、なん半径広告塔かな、あたりかなんか。え、違うな。半径写真塔かな、かな、まあ、そんなの出されて、ふーんって感じだよ。今治ってるからね。なんだったんだろう、なんだったんだろうな。扁桃腺炎かなと思ってたけど、そうでもない。ありがとうございます。一時期鏡見て、なんか喉の奥が腫れてて、これなんか今まで腫れてたかなとかと思って、もしかしたらこれ咽頭がんとかじゃないのとかと思ってたんだけど、そうではなかったよね。まあね、素人考えで判断しちゃいかんな。すみれくんが死んだ。今日のところは負けておいてあげますわ。てられら、なんという強さだ。鳥の奥まで退避。いや、握られんて、こんな握られんて。一番大切なスミレくんが。どうしよう、誰がヤバそう。この位置的にはカンナが一番ヤバそうか。位置的にはボール。私が倒すしかない。コーマ強すぎるな。そしてこれ、これから分かることはあんまりコーブって大きくないな。だってほら、屋台はこのサイズだぞ。屋台と同じぐらいの大きさしかない。大して大きくないっていうことが分かる。つまりまあ甲冑みたいなもんなわけだ、このコーブっていうのはね。うちも頑張らせてもらうで。スーパーロボットの一種かと思ってた。特殊甲冑みたいな感じだね。
そうだな、確かになんかそんなシーン見たことあるな。手をこうズボンズボンってズボンズボンってこう差し込んで装着するみたいな、そういうアニメーションを見たことがあるような気がする。多分あれは桜大戦2かな、2の方かな。そうやってこの後部という機体に乗り込んでいったような気がしますね。今合体攻撃なかった？さすがアイリス、壁抜け。ちょっとコーラが厳しいな、この位置。一目散。なんか動きがあれっぽい。アークザード2みたい。アークザード2に扉生えたケルベロスみたいなのがおるよな。そんな動き。いや、もっとなんか、もっと似たのがおる気がするな。アークザード2に、これに。アークザート2って言わなきゃいいか、アークザートでいいか。合体あるやん、見せてみよう。瞳に映る輝く星はみんなの明日を導く光、今その光を大いなる力に変えて。かっこいい、かっこいい。オーカランプ、大いなる力に変えてやだけど、言い回しがかっこいいなって思う。いや全然聞かない、多少聞いてるな。頑張れ、倒せるかもしれん。山逃げます。スタコラさっさ。スタコラさっさ。よっしゃ、やってやるか。頑張って、大神さん。頑張るだ。ひたすら逃げるわ。コウマ強いです。敵は私が倒すしかない。挑発、挑発。マリアの挑発。鳥あんまりあの漆喰がしっかり塗ってないな。漆喰が CUO2 だったかな。 CUO だったらいいかも。どうの意思だろうと。もっと赤々しくなってない。よくやった、オオカミ少尉。砲撃準備、撃てー。鳥居が壊れますよ。無人で弾を。これ倒れるかな。倒れるんでしょうね。倒れなかったら話が進まないもんね。まだやるの、まだやるの。必殺もないし、それは知ってたら撃ってないな。てれれて、強いよ。よっしゃ、やってやるか。もしかして。うお、いや、大神が強いんか。たわないでしょうね。三マスはいかんかった気がする。あ、行くわ。試してみる。必殺を使うべきかどうか悩むけど、試してみる。よし、やったね。スミレ君がお亡くなりになってるの痛いな。行きます。
きましょう。よい。強いっすね。回復か防御、防御。必殺。回復要員、回復要員さんは回復薬で回復、必殺は使わない。うちも頑張らせてもらうで。こう固めればまあ。倒れてない。ありがとうございます。おほほ、おお、ありがとうございます。ちょっと嫌な位置にいるね。それ声が、声が防御。防御。大神さんが頼りです。やあ、敵は私が倒すしかない。この端っこのやつを撃っとく。これで、そこ、これでアイリスがこの辺りに行って。それで真ん中のやつが、上のやつが死んで、右一体になるでしょ。最後必殺で終わると。フィニッシュブローだ。すげえ人いなかったけど、まあなんとかなんだな。頑張りや、うちのチビロボたち。いや、まあ熱い戦闘じゃ熱い戦闘だな。もうあまりに強い敵が出てきて、みんな逃げて、神社前に逃げて、将棋丸の攻撃でダメージを与えて、とどめを刺すと。コブ動かない。なんとコブおかしい。みんな脱出するんや。もうコブは限界だや。え、みんないっぺんにゲームを再開。あ、セーブした方がよかったかな。まあでも、まあでもこの話はこれで終わりでしょう。後部が限界という、ゴーイングメリーゴーバリの、あ、エピソードがありそうだな。後部が壊れてしまったわね。そうだったのか。うちの後部、倉庫がボロボロ。どういうこと？あれ挟むためだけのセーブがあれだったのか。おお、もうセーブできないですね。
大崩壊上乗りしていこう。糸に愛の味方からかなに、いつも歌ってるね。次回予告を見たい。1月2日帝都日報号外苦戦す後部神宮に毛量入なる被害花組明治神宮に異形の怪物が出現帝国会議団花組大苦戦初詣でにぎわう明治神宮境内に異形の化け物が出現し辺りは一時騒然たる様相を呈す帝国会議団花組が刺激しこれを撃退せしも被害甚大量子甲冑後部損傷か新たなる魔物の出現に帝都市民の事情衝撃も隠しきれぬ様子である。ほうみっともない記事を書かれやがってこのスカポタン。いや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 、コーマが出てきたらお言葉ですが、ちょか、やつらは後部で金が相手ではありませんでした。しかし、コーマは強かった。いや、言われたい放題だな。俺はよ、そのことで昨日から政府のお偉いさんに弱みを言われっぱなしだぜ。胃がキリキリだね、しょうがねえや。はあ。口答えしまくっとる。いいか、大神。クロノスケを通してからって平和ボケしてんじゃねえぞ。これ以上修正さらすようならお前は専業大喜利に降格だ。大喜利として雇ってもらえるんですか。はい。でも後部がねかったらさ、どうにもならんぞやな。なあ。そしてその後部は手も足も出ないと。とは言ったものだろう、これ。長官、少し脅かしすぎじゃないですか。正月ボケで腐りきった頭にはちょうどいいんだよ。それに地にいて乱を忘れず平和な時にも油断しねえこった。それず最初に聞いたら、なんかさっきのクロノス海との戦い、爪が甘すぎましたね。そうだったか。青いサタン、天界のやつより厄介かもしれねえな。まあ、若い分だけな。エイリアンです。いよいよお前たちが地上に上がる時が来た。この世に生きる全ての命を奪うがいい、全ての血肉を食らうがいい。だがそのためには邪魔者を葬らなければならない。素晴らしい敵がお前たちを待っているぞ。素晴らしい敵。いや、目的がよくわからん。青いサタンの平和路線で行こう。てねてててねねてねね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 。このコーマでかくない？てねねねねね。コーラがこうやって話が降ってくるってことは後部の話でしょうね。ところでコーラ、一体何の話だい？ほう、後部を話す直せる見込みが。ほう、
となると後部以上の兵器が必要だな。金食い虫、はあ、世知がねえな。ヨネダでしょうな。あやめに相談に行ったら知らないし。頼むよ。スミレ君が確か神崎財閥だから、そっから出資してもらうんじゃないかという、いや多分そうなんだろうな。そう思う。そうなんだと思うわ。俺が一回キプリエなんだから、大昔にだけど。資金だ。どうにかならないでしょうか。頭が痛い問題だ。肌が大神、このことは俺に任せてくれねえか。はあ、悪いようにはしねえ。ただちょうど時間かかるからな。だから大神、ベシッとさせてくれよ。わかりました。では失礼します。金の問題絡むとなかなかシビアですね。みんな揃ったようだな。あれ長いな意外に。全員の再訓練かな。後部は乗る人間の力がそのまま戦闘力だ。今の腹組の戦力を強化するには隊員自身が強くなるしかない。ほう。自分の剣を見つめ直す。では各自。あら、あらスミレさん、あらアイリスさん。精神を極限まで鍛えた人間、ウボウギンか何かかよ。あれは違うな。精神じゃないけど、ただのパンチを極限まで極めてどうのこうの、核爆弾並みの力がどうの。よし特訓だ。しかし特訓だ。武闘派の連中が、なるほど、確かに。もういい、分かった。俺の考えに賛同するものだけついてくればいい。このままではコマに勝てないことはみんな分かっているはずだしな。ええんか、それで。隊長として今のは失敗だったな。あれあれ、腕が鈍ったかな。楽しそうだな。なんだかんだ楽しそうだな。やっててこいつらこいつら、剣の道、すなわち心の道、剣を心により輝き極まる、速やかに、そして軽やかに。ちょっとパートは長くなっちゃった。ここまでするか。一旦ここまで休憩。